僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。くまモン、天草の佐吉集落って知ってる？世界文化遺産に登録されて今年で5周年を迎えたんだって。世界文化遺産の佐吉集落ってどんなとこなんだろう。行ってみたいな、行ってみたい。あれあれあれ、ケンちゃん、また考え事してちっちゃくなっちゃったね。佐吉集落は漁村と教会や神社などが調和した景観が素敵なところなんだよ。今回は世界文化遺産登録5周年を迎えた佐吉集落について調べてみましょう。 GO！ アマクサの佐吉集落は長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の一つとして2018年に世界文化遺産に登録されました。キリスト教の信仰が禁じられた禁教期においても仏教、神道、キリスト教が共存し、漁村特有の信仰形態が育まれた集落です。今回は潜伏キリシタンが生活していた頃の面影を今に残す佐吉集落の景観や魅力を訪ね歩いてみましょう。佐吉集落でガイドを務める方に案内していただきました。ここは旧網元岩下家与蘭かなです。漁師を営まれていた方の邸宅を天草市が復元し、かつての暮らしぶりがわかる生活用具や当時の写真を展示しています。ここは掛けと呼ばれる構造物です。多くの漁師さんがこのような掛けで漁船を停泊させたり魚干しをしていました。こちらは遠野と呼ばれる小道で、佐吉集落のならではの景観の一つです。佐吉集落は湾内のわずかな平地に家屋が密集しています。海に出るための路地として幅およそ90センチの狭い灯屋を集落の至る所で見ることができます。続いて天草市役所の方にもお話を伺います。佐吉集落は江戸時代人口の約7割が潜伏キリシタンで、漁村という特徴から、アワビなど貝殻の内側の模様を聖母マリアに見立てて崇敬するなど独特の信仰が育まれていました。これは他の地域には見られない特徴の一つです。集落の景観を守るため景観維持の工夫に取り組んでいらっしゃるそうですね。天草市ではこのエリアの景観保全のため景観の専門家と地域住民で構成された委員会で議論を重ね、公共施設のデザインなどを決定してきました。この取り組みはグッドデザイン賞2022グッドデザインベスト100と2022年度土木学会デザイン賞優秀賞を受賞しています。この素晴らしい景観をしっかりと後世に伝えるためにも集落のさまざまな課題に官民一体で取り組んでまいります。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界文化遺産登録5周年を記念して11月5日に5周年記念シンポジウムが行われます。この機会に天草のキリシタンの歴史や佐吉集落の魅力に触れてみませんか。次回の GO! くまモンの美は世界農業遺産認定から10周年を迎えた阿蘇地域の取り組みについて調査します。何ですか？